はい、渡辺です。今回チームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはアルデンヌの森で、これは途中参加でね、今回久しぶりにショットガン使っていくんでね。あ、序盤だな、やるか。はい、今回ね、イリアマンナで手段発見、草トレーニング、デイリスト、M30、ルフトワッフェ、ドリリング、マシンピストル、マーク2、手榴弾、進行プレイで頑張ってみたいと思います。はい、頑張るぞ。あのハンドガンもちょっと多く使っていくね。これいいか。あ、向こうにいるのか。倒れた柱に。久しぶりにショットガン使うけど面白いね。ショットガンでね、まずこれショットガンで15キルがあるんでね。これショットガンはこいつ建物とかでやればいいのよ、これね。裏取り、これデュエリスト、デュエリストっていうのはこれね、基礎トレーニング。デュエリストハンドガンがデュアルになる基礎トレーニングなんでね。これ3キロボロが散ってるな。しかしな、あ、ここか。この M30 ちょっと威力弱いんだよな、これ。ルフトワッフェドリリングってやつは強いんだけど威力が弱いのよ、これ。あ、ちょっとね、うん、ショットガンで一番これ弱いんでね、これ多分。ああ、厄介だな、スナイパーライフ、本当に困りますさ。いるね。ね、弱いでしょ。一発でキルできないのよ、これ。通常弾やってみようかな。通常弾だったら一発で多分キルできたんじゃないかったかな。ここ強いんだよ、ショットガンは。敵の救援物資を観測、奴らの補給を阻止しろ。いるか。あらら、調子悪いな。はあ、信号フレアっていうのをちょっと多めに使ってやってみるよ、俺。あ、強いわ、やっぱり。キルしやすい。キルが決まる。この辺にいますね、これ。橋の下あたりに。いるな、いるな。いないか。一発しかないから。これ強いよ、これ。ワンショットできるよ、これ。デュエリスト、ダメか。レベルアップ、5キルしかまだやってないけどね。こう家の中行ってみようか。これ、よっしゃ。このバリエーションが何とも言えませんわ、これ。武器の切り替えも結構早いな、これ。死ねやれればいいのだよ、俺に。やったー、デュエリスト行くか。よっしゃ、どうだ、デュエリストは強いだろ。デュエリスト、オッケーオッケー。あいつら左側で戦ってるね。許さんぞよ。これ。爆死で。これが大活躍してるな、これ。
ょっと今レーザーが出てからがいい。あ、やるな、やるな、こうだな。いるね、いるね。死ねえお前は。どうじゃ、参っただろ。あいつはずっと定点止まりだな、これ。殺すぞ、こういうのは、ほんとね。許さんぜ、ずっと盛り上がって。死ねえ、こんな野郎。よっしゃい、これもレベル上げやってんのよ、俺、おじさん。あ、死なんな。面白いね、でも。で、キルがちょっとできてないから面白くないね、あんまり。ちょ、爆死、ちょっと、行ってみますか。おっさん。いるいる。あれ？今行ったんだけど。敵の防御機を観測したら。敵と遭遇しないっすわ、これ。悔しかった。12キルしかできんかったけども、これは採用だ、これ。俺じゃない？ブロンズスター。違う？せめてブロンズスターだったな。15キルぐらい行きかかったんだけど。PP だったら19キル以上できないとダメだろ。19キルでしょ、この人。うん。俺だったら25キル行くよ。PP だったら。はい、ここから成績は12キル12です。イーブン。スコア1100でした。PP 一番多分強い武器だと思うんでね。勝ったぜ。圧勝だね、これ。あ、3位にも入らなかったか。ちょっと成績良くないですけどね。リフレックスサイトっていうことでね。はい、プレイの皆さんありがとうございました。あ、まだ終わってねえわ。あと7キロやらないといけない。ああ。これ、兵士、プラス 25% 兵士 XP も残ってるんで、まだ。今回これ、ちょっと、デュエリストね、これね。サブウェポンとしてデュアルハンドガンを装備。ボーナス、ハンドガンの弾薬が追加される。今回これね。リフレックス。ショットガン、リフレックス、最多まで意味ねえんだけどね。これ、結構進んでるね。ああ。リフレックスとクイックドローあまり使わないね。あまり。組み合わさないね。これも今ね、武器プレステージ2の、今、レベル5まで来てるんでね。あ、レベル6か。7でマックスになるんでね、これ。あともうちょいですよ、これ。あと、マーク2、いつものマーク2手榴弾に、これね。で、信号フレア。強烈な光を放ち、視野内のターゲットの視界を奪って混乱させるっていうことでね。はい、以上にしたいと思います。これ、また使うんでね、引き続き。はい、今回、手段派遣、基礎トレーニング、デュエリスト、M30 ルフトワッフェドリリング、マシンピストルマーク2手榴弾信号フレアでアルネンヌの森のチームデスマッチをプレイしてみました。今回のこの M30 ルフトワッフェドリリングとマシンピストルを併用してキルもできて、あとこのいつものマーク2手榴弾にで信号フレアも使ってね、結構面白い試合でした。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。